オープンフィンガーグローブ、オープンフィンガーグローブ、オープンフィンガードグラベスは指が露出した手袋、総合格闘技や各種スポーツでも使用されている、その他、1889年、明治22年、日本伝行動館柔道の創始者であり当時、学習院教頭であった、カノオジゴローは柔道一般並みにそれの教育上の価値と題し、 柔道の概略と教育的価値についての講演を行っている。その中で可能は柔道の目的を体育法、体育、治む新法、教育、勝負法、真剣勝負、武術と解き、当て身を含み対象する柔道の勝負法のランドリーの可能性、構想について述べた。その中においてオープンフィンガーグローブの原型の構想についても言及されている。 実際の勝負に、貢献のある手は、略始めから一種の約束を定めておいて、また打ったり取ったりするときは、手袋のようなものをはめていたしますれば、勝負法の乱歩も随分できぬこともございませぬ。略やはり一種の乱歩があった方がよかろうと思われます。また、海外に渡り多くの異種格闘技戦を戦った、柔道家、前田康生は、海外から日本在住の友人、 鈴木田だザウン宛に手紙を送っており、ザウン運はそれを雑誌、冒険世界、武教世界に投稿している。それをまとめた単行本、世界王公、柔道武者修行、1912年、新柔道武者修行世界王公第2、1912年において、前田の考案した、オープンフィンガーグローブについての言及が確認できる。何らかの道具を信案して、 当てる蹴るの練習をする必要がある。僕は今、ゴム製の検討用手袋風にして、指がちょっとばかり約3センチ出るようなものを、死眼中だ。それから、軽い丈夫な面を、これもゴム製にして、目と鼻腔の呼吸をなしうるものを、死眼中だ。胸は、激剣の銅のようなものをつけてもよい。これで当てることと蹴ることの練習をやる。 それから袖を取りに来る手の逆を取ること。以上の練習は、柔道家には、ぜひとも必要と考える。1927年、東京帝国大学の当主研究会が、剣道の小手をベースにして制作し、防具付き空手の発祥となった。この時は同時に、手以外の胴体、頭を保護するものも合わせて制作された。1945年以降、半竹主館、 レ心館、ン部館などに引き継がれ、1967年には曲心会館を発表しており、これらの団体はオープンフィンガーグローブのみではなく、全身の防具の一つとして製作されている。そしてこの頃、俳優としても知られる武道家のブルースリーがジークンドーの練習用具として、今の形に近いものをすでに開発している。また、1973年のブルースリー映画、 ボエヨドラゴンでは、冒頭のシーンで、そのオープンフィンガーグローブが登場する。1977年にはアントニオ猪木が、チャック・ウェプナーとの試合で、佐山聡氏が作していたオープンフィンガーグローブを使用。佐山はシューティングを創始した際に、打、投げ、曲がスムーズに行えるように早くから、オープンフィンガーグローブを採用し、ほとんどの総合格闘技で採用されている。 オープンフィンガーグローブは手を覆う部分が限定的であるため価格はボクシンググローブに比べ割安となっているまた製作の際には市販の手袋生産のノウハウが流用できるため生産しているメーカーもボクシンググローブより幅広いオープンフィンガーグローブと呼ばれる中でも特にシュートで使われ出したオープンフィンガーグローブのことをシュートグローブと呼ぶことがある形状は 大きく分けると、シュートグローブのように親指にもグローブがついているものと、u フックで使われる親指が完全に露出している、サムレススタイルがある。後者は、親指が自由な分グラップリングを行いやすい反面、親指を痛めやすい。難点としては、ボクシンググローブと比較すると露出している指を痛めやすく、濃いもしくは不注意により、サミングが頻発する点が挙げられる。 実際、総合格闘技の試合では、オープンフィンガーグローブ越しのサミングで試合がストップになる事例も数多く見られる。ゴルフ、自転車競技等のスポーツで、通常のグローブ同様、グリップ力の上昇や手の保護のために用いられる。指先が空いているため厚手であっても指先の感覚が鈍くなることはない。一方で四輪のモータースポーツにおいては、手袋に、 やけど対策の意味もあるため、二千十六年の規約では、オープンフィンガーグローブを禁止する文言そのものはない。ものの、使用できるグローブとして、レーシンググローブ、耐火炎制という規定を設けているものが多く、事実上使用はできない。また、二輪についても、少なくとも、ロードレースにおいては、サーキット走行のみでも、肌を露出しないものが推奨されているサーキットもあり、2016年、 現在の国際競技規則の指関節部プロテクションが施されていければならないという規定を合わせるとオープンフィンガーグローブの使用は事実上できないと思われる。レーシングカートについては2016年現在の規定においてグローブは手首まで完全に覆うものと定められている。さらに ATV、スノーモービル、水上オートバイのモータースポーツにおいても手袋に 受傷防止対策の意味もあるため、オープンフィンガーグローブの使用は、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。